おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、堀切菖蒲園にございますワイン食堂ラリゴさんにお邪魔しております。というのも、先日ね、コロナのせいでっていうことで動画を上げた時にですね、ぜひね、撮影に来てくださいってことでご連絡をいただきまして、今回はね、こちらのお店に伺いました。で、今回いただくのは、お店おすすめ、人気トップ3のね、パスタメニューをいただく予定となっておりまして、まずはじめにってことで、1品目にね、サラダをいただきましたんで、こちらをね、食べながらパスタができるまで待ちたいと思います。それでは、早速、いただきますと。サラダと。よいしょ。結構僕の動画だとラーメンとかね、やっぱ多いんで、野菜ね食べるシーン少ないと思うんですけど、ベジファースト大事っすね。あれ、おうまそう。ペペボナーラ。ペペボナーラ、はい、ペペボナーラということで、ペペロンチーノとね、カルボナーラが合わさったメニューだそうです。もう超半熟のね、卵乗ってんすよ。これね、ちょっと至近距離で割っちゃいましょう。これ、うーわ、トロットロじゃないですかこれ。これはやばいっすね。カルボナーラってね、まろやかで甘みが特徴あると思うんですけど、やっぱまったりしがちじゃないですか。そうなんですよね。ペペロンチーノ、このニンニクの風味とか、ちょっとした唐辛子の辛みが入ってると、後味がねしっかりと引き締まってうまいですねこれ。普通のカルボナーラとか全然好きです。これ全然違いますね。でもまったりしてるけどすっきりしてる分ね、これ絶対食べ過ぎますねこのパスタ。普通のカルボナーラより全然食べ過ぎちゃう。うん、うまっ。でもお店自体普段はそのパスタ以外とかにもいろいろメニュー出されてる感じなんですよね。ピザとかもやってますし。あ、ピザいいですね。お店もね、カウンターの方にワインとか結構飾ってあるんですけど、ピザとワインとか絶対うまいよね。さっきちょろっとお店の方ともね話してたら、もうお店自体は7年ぐらいねオープンしてから経ってるみたいで、堀切菖蒲園あたりってなかなかね、こういうバルというか、そうやってワインに合うような洋食のお店っていうのはかなり少ないので、やっぱりここら辺に住んでる方はね、こういうお店があるとすごく助かると思う。これって一人前じゃないですよね。まあ一応軽く重いになってますけど、うち結構基本が多いんですよ。じゃあちょっとした重いぐらいでもこの量あるんですね。あ、僕らだったらね、こう2、3品頼んでも全然飲めますけど、普通の方結構ね、1品頼んだら十分な量あると思う。卵うまー、燻製うまい。これこちなみにそのベスト3中、これは何位ぐらいなんですか？3位から順番にいってます。これが3位、はい、1位から来ちゃったと思ったんですけど、食いながらこれ3位なんだ。うまっ。うまっ。クリーム残すのもったいないわこれ。はい、ということで1皿目のね、こちら完食でございます。続いてのね、この2皿目待っていきたいと思います。うまかった。第2位ですね。2位で、はい、はい、トマトクリームパスタ、エビのトマトクリームパスタ。はい、ということで2品目でございます。こちらがね、エビとトマトのクリームパスタでございます。これがね、ランキングでいうと第2位だそうです。うまそう。ちょっと改めていただきます。パスタも違う、麺も違いますね。うまっ。こっちのパスタはね、相ともちもちしてる。食感がね、ちゃんとね、クリームパスタに合ってて、うまいね。クリーム系だけど全然もったりしてなくて、ちゃんとね、そのエビの苦味というか、風味というか、そのおかげで全然ね、後味がすっきりします。集中しすぎてサラダ忘れてました忘れてました、ちなみにお店のパスタだと何種類ぐらいあるんですか？メニューで言うと6種類常に、はい、で日によってはまたちょっと限定というかあったりとか、改めて言うとパスタってうまいですね、では第1位のこれは夏限定なんですけど、はいはい、タコパスタ、タコライスのパスタバージョン。今1位のパスタ届きました。こちらがですね、夏限定のメインになるそうなんですけれども、タコパスタというタコライスのね、上の具材をパスタにかかったようなタイプなんですけど、見たことないよね。めちゃめちゃうまそう。喋ってるのもったいないから早速食べちゃいますいただきます。うまそう。これね、ちょっと具材を全部混ぜてからってことなんで、一回混ぜちゃいますね。やばいですねこれは。やばい、うまそう。よいしょ。うまっあ、うまいこれこれうまい。これミートのやつも、タコミートではあるんですけど、パスタ寄りになってますね。沖縄出てくるタコミートよりも塩分もね、少し抑えめですし、トマト感っていうのかながしっかり強めになってるんで、ちょうどそのタコミートとミートソースの間になってます。これがね、めちゃめちゃパスタに合うんだよね。結構ね、生野菜も入ってて、さっぱりはしてるんですけれども、このね、ミートソースのコクとか、チーズのコクとかが入ってるんで、食べ応えも抜群です。うまい。3位で、もう1位かと思うぐらいうまかったんで、ハードルめちゃめちゃ上がりましたけど、2位、1位と、ちゃんと着実に超えてきちゃいましたね。それぐらいうまいです。またサラダ忘れてた。これうまかったなうわ、めちゃめちゃうまっはい、ということで、ただいまね、おすすめ人気のパスタ3種とサラダ全て食べ終わりました。ごちそうさまでした。ただいまね、このラリゴさんで、パスタ、サラダいただいてきたんですけど、全部うまかったね。もう3位がね、1位だと思うぐらいうまかったんですけど、またね、その2位、1位もしっかりとね、上がりきったハードルをね、乗り越えるぐらい全部うまかったです。パスタ以外にもね、まあ、ピザだとか、美味しいメニューたくさんございますので、ぜひね、お近くに住んでいる方は、このガリゴさんに食べに来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。